今年5月、長岡ひろきを破り悲願のベルト奪取。第4代グランドウェルター級王者川中貴博。対するは渡辺義知。過去にディープで対戦し、判定で渡辺が勝利。渡辺が参戦した理由、それはグランドのベルト。川中はリベンジに燃え、渡辺は先を見据える。勝利の行方は。第16試合、株式会社リモデルプロモーションプレゼンツ、グラチャンウェルター級5分2ラウンド、川中貴博 VS 渡辺義知。左に取りに行け、左に取りに行け、行かせんな、行かせんな、バイクどっちもいい、バイク。
今休め、呼吸しながら今休め、バスって、バスに聞いてるよ、よしいいよ、肩代わりにプレスかけて、肩代わりにプレスかけて、バスと右で抜いて、右で抜いてもいい、右で首にかけてもいいぞ、そう、しそく、しそく、煽ってけ、右に煽ってけ、右に当てていけ、そう、腰切って、ラスト30、ラスト30、キープ、いいよ、いいよ、いいペース、いいペース、いいペース、今呼吸して、今力使う、いいよ、いいよ、今いい、よしよし、バックしそくまで、もう一回引こう、もう一回引こう、煽っていいよ、煽っていい、引いていい、引いていい、肩プレッシャーね、肩プレッシャー、かなり押せよ、肩、もう一回引こう、もう一回引こう、いいプレス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 、いいよ、いいよ、いいよ、スイッチさせんな、スイッチさせんなよ、大丈夫、大丈夫、いいよ、いいよ、大丈夫、いいよ、こっち来て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 、こっち来ただいま2ラウンド15秒の段階で試合中断しております。これはバッティングによるものです。再開します。バスティスを取ってください。